はもうめくれって、シャフトにここに関係ない、これが回ったら回るんだ。でももうこんだけ年代もんだったら何回事故ったのかのいうぐらい事故ったのかもしれない。いやでもなんかね、金貨をつないで、イエイエイ、走れ走れ走れ、道がずっと、だいぶごつくなった。こっちから見た方が見えるかもよ。こあれをここ一枚もんにして貼って、高橋って貼っつけてある。これだろ、その奥の。あ、奥、これここここ、あ、それよね。今度一枚もんだ。なんかいい感じに収まったよね。元の形には合わせてくれた。これ裏見たらこう一枚でごっついのを貼っつけてある、うん、L 型のごっついので、多分元々の半円をここ切ったなと思う。変形したとこを元に戻して切って多分足し取ると、うん、もう並んで。でもかかりがもっと浅かったっていう。浅い、全然浅い。これよりもはこれのもう2ミリしかかかってなかった感じ、フレームに。これじゃあ林さんぐらいかかっとるよね。いや俺のはここまではかかってないね。じゃあろうだけ、これ面まであってもいいぐらいだろ。だってまあね、ブレーキだもんね。これなんでアンモなったんだろうね。ただブレーキがこれいじったけどちょっと変わったんかね。ここを閉めたら行くよね。行くよね。行くけど、うん、いじってないはずなの。なんでこんな甘くなったの。いじったんかな。でもいじってないよね、オイルがこんなについてるんだけど。うん、えらい甘いけどさ。え、これじゃあ抜かにゃいけんの。シャフトだけ回らんじゃろ。あ、そうだね、抜かにゃいけんね、これごと。いやいや、ここの割りピンじゃない、裏が。あ、ほんまじゃ。あ、ほんで抜いて合わせて、うんうん、この辺で切ったの。ああ、はいはいはい、だいぶ辛いわ。今からやる、あれ割りピン、うん、それがネタになるんだけどならんね、これお疲れ。いいネタならんよ。オッケーオッケー。ちっちゃねこれ、すごいね。あ、でも拭きたくないな。拭きたくないってどういうこと。うわ、たば、うん、え、なった、なるんかな、こんぐらいだったよ。もうちょっとか、ちょっとだね、なって感じ。俺中のシャフトが折れたっけね。これが折れた人おるよ。あ、ナックルの人はこれがヒンマがチェーンにヒットしとった。あのこの間送った1ミリずれとったっていう人。 あれそれで折れだけ、ここが原因とは限らんのやけどね、あの人に限ったら。そこじゃないんじゃないって感じだった。これはあるんだろうけど。あ、これこれ、うん、これだ。いや、半山だなこれもう半、もう慣れるだろ、それぐらいなら。もう半回転戻しだけど、もういいよ。あ、戻し、戻しだけど、だってさっきの半回転はまらん半回転だったもん。だ、僕が線形よ自分でって言っても絶対線形だったじゃん。そういや、でもトライアルの時はショートやん。いやだけどなんか SR とか乗った時も、いやもう絶対やりたくないって言ったじゃん、ずっと、うん、そんぐらいすりゃいいのにとかって僕なんか言ってた気がする。ああ、俺結構かかっ、まあでも神ほどじゃないの。何がかかり、あ、このブレーキの、ああシャフトの、うん、うん、だってこれほんま足してここまでしとってってぐらい言ったけどね、僕。うん、見えづらい、ね。昔ちょっとか、あの、照明係やって。ここの引っかかりがあんまりなくて、外れた？ちぎれ？ちぎれ？
いやもうめくれたよ。でぐにゃぐにゃっと曲がったって。上にめくれた。でこれがドラムが回って、ま、前に回る。反時計にブレーキかけたら、ああタイヤは回るけど、タイヤんでなんでロックするんだろう。シューの作りがそういうやつだね。こっちに回ったシューがグッと開く方向に動くんじゃない、これが。ほう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 。シャフトにここに関係なく、これが回ったら詰まるんじゃないかな。そんな気はしたよ。だってここ動いてなかったっけね。なのにフルロックだけで、ブレーキもパンパンな。パンパン。はあ。でもここ動いてないよ、フリーの位置よ。うん。で動きませんかって。でペダルも当然動かん。あ、この位置変わらんのに中は中だけで膨らんどるというか、そうそう、広がってロックだったよ。二度と経験しそうないやつ。まあスピードが出てなくてよかったよね。ちっとしあいやめて。でももうこんだけ年代もんだったら何回事故とるかのいうぐらい事故とるかもしれんね。いやでもなんかね、インスタで鹿児島の人だったから、ナックルかパン、林さんぐらいのパン、こんなオリジナルのパン持ってる人が、うん、ショベルの人にお釜掘られて、少々引っ張ってないからダメだね。お前が悪いんでこんなとこ置いとるけっていう。僕らポンポスライダーズ、走れ走れ走れ、道が続く二人、走れ走れ走れ、はい、ということでこの度の動画はブレーキトラブルの話とハーレー旧車乗りの日常の整備っていうのかな、なんかこう簡単な整備をしている友達とそれもみたいな、自然な感じの動画になりました。このブレーキトラブルのちゃんとした原因っていうのはちょっとよくわからないんですが、こういう情報を共有することがすごく大事じゃないかなと思っています。そのためにも YouTube や最近では SNS とか、でつながって情報交換できたりするとすごくいいかなと思います。あのトラブルとか事故も減るんじゃないかなと思ってます。そうそうそう、遅くなったんですがインスタ始めました説明欄の方に、アドレスアカウントなんていうんかな、よくわかんないんですが、ちょっと誰かに聞いて貼り付けておきますので、もしよかったらフォローしてつながりましょう。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。